キスクでサクスペやっていきます。初使用、本日2回目のシリーズでございます。大東くん、去年40で持ってる方いらっしゃったのでお帰りしていきたいと思います。45になると、まあ、変化ボーナスがだいぶ強くなるってやつですね。で、まあ固有でもついてるので、うん、強いね。コツイベント率アップ。まあただまあ変化キャラで変化ボナよりはやっぱ技術とか精神ボナ持ってる方が強いので、まあちょっと使われる出番っていうのはないんですけど、まあこの葵ちゃんと変化ボナ積み積みでどんくらいいけるか。まあ技術ボナはこの2人に頑張ってもらって、あれあんたも変化ボナかですね、確定してないので、はいって感じです。まあアヘ編なので、まあワンチャン何かが起きるかもしれません。はい、こういうのがいっぱい来ればね、まあ、いっぱいタック踏みたいなっていう感じですね。あ、カイドウ嬉しい。野球も来たね。まず評価上げたいので、あれカイドウ評価あったよね。チームメイト評価を。あ、ないわ。勘違い。勘違いでございます。どうしようかな。これ行こう。角田いないので、二人。葵ちゃんがね、初期評価低いんですよね。なので、早めに攻略していきたい一人でございます。次、角田かな。ことは、ここは攻めていい。3人。はい。技術もの足りないかなと思ったんですが、まあ、友沢で精神足りなくなるよりは、まあ、どっちを取るかっていう感じですね。感じだったので、ここは変化でいいかな。角田早めに攻略していきたい。はいはい、休むかな。はい、うい、すごいね。これが変化に来るとゲロいことになります。ゲロゲロのゲロゲロになります。あ、でもこいつ均等かぶんのか。この辺はいっか。はい、角田乗ったかな。で、まあ、お遊び会なので、千丸を狙っていきます。いつも狙ってるけど、ね、厳選嫌いな僕なので。意外と葵ちゃんが行きましたね、先に。ということで。どうしよう。はい、あざす。失敗するとめんどくさいんですよね。角田はもう乗ったので、はい、からの、まあ、こっちしかないかな。クーリンショット、評価の方がいいかな。で、告白来ると嬉しいんだけど、減るね。削ってくんだよな、葵ちゃん。はいはい、おとなしく休む。で、タックに備える。いいやつ。あ、そう、序盤でこいつ来るとだいぶ強いんですけどね。2人だけど、強化上げも込みで。で、スバルが伸びくれるとだいぶいいんですけど、くれないね。くれないの豚。シラスいいっすね。まだまだ。
いや、ここは休むだ。おお、今か、丈夫な。しかも回復、回復。回復もったいない。しょうがないね。からの。丸に行きたいけど。きれい。スバルはね、ポンコツ欲しいんですよね。今回は、あの子がいないのでね。水谷何にも思いつかなかった。水谷なんちゃらって言いたかったんだけど、まあいいや、すいません。水谷くんね、普通の水谷くんがいらっしゃらないので、スバリンが伸びとポンコツをくれると。うわー、キレ潰せなかったから。メンタル鍛えるんだ。はい、忘れかけたけど、うん、いいんじゃないですか。大東、慶応、ブレーブルーで2人乗りました。進むか。で、何連がいいかな。とりあえずこれかな。オッケー。回復欲しかったね。これです。少し休もう。さあ、一人、まあ、次回復なので。スバルコツいっぱい来てんだけどね。お、ナイスで、次回復選びたい。ポカツカポカツカポカツカ。はい、パック来ないな。これなるみくんできます。はい、これで終わりかな。あ、まだこれ福井部だった。イベント3個っすね。うえ、うわ、1人。あれ、4個ある？なんかイベント軽いみたいに言われてたはずなんだけど。全然軽くねえ。精神が稼げてるのはいいことだ。守るいらんもん。ダメダメ、デートしましょう。タンク来ないな。
はい、やる気の回復がナイスタイミングです。はい、変化球関連行きたいんだけど、ここだとダメなんだよね。帝王でいっか。じゃあ帝王行きます。あ、ど根性ムラムラミドアか。ムラムラミドアか。緑いなくね。緑いない。まあいいや、行こう。回復しながら。緑モブでいるでしょ、さすがに。モブでいるでしょ、さすがに。うん、いいっす。ああ、大東がそうか。素晴らしい。はい、ああ、なるほど、こいつ名強で合ってるな。印象もくれる。名強でいいですね、彼は。牽制いらん。なんだその無駄な体力消費は。はい、スバル、スバル攻めてみようかな。ここは回復だな。金徳取れなそう。帽子を取れ。いけ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 。うわうわ。どうだ。どうだ。骸骨もらえなかった。ね。はい、変化。これ優しさで回復が取れたはず。はい。全然ダメだね。じゃあ変化球いきましょう。いや、おいちゃんからそうと。ダメだね。全然ダメだ。変えてもいいぐらい。変えちゃおう。変えまーす。ミスターゼロは取んなくていいので。とりあえずタックくれ。いらっしゃらないね。はい。おい、やめろ。マジか。一人でよかった。次あたり頼むよ。野球マン呼んでタック来ないって、もう何のためにあんたら呼んだのってなっちゃうから。頼むよ。あ、
また乾燥しないある。そう。そう。嘘、一人もっと来るはずなんだけど。はい。さあ、おい。マジで来ないじゃん。あー、やだ。はい、リリーフ。マジで来ない。先生潰して。はい。マジか、タック来ないわ。タック来ないわ。あ、出番ないんか。これやばいぞ、評価上がんなかった。やばい、何にも来ない。あー、やっと来たけど、連発したかったね。はい、終わり。激闘しかないかな。弱っ。頼むよ。なるほど。別試合には出れます。おーい。はい。ライト頑張れ。縛り。もうこの際こっちで行きます。全然ダメだな。あ、もう三択。はーい。はーい。詰めてきたり。はい。切り上がりないんだっけ。ミスターゼロは取る。縛りも取る。はい、タッグくれば結構強いのできそうな雰囲気はあるね。お待たせいたしました。5番のホールです。
うわ。やべ。終わっちゃうかな。やばい、撃たれる。ラズベリーに撃たれるって相当弱いよね。やべえな。追い打ちをかけてくる。しかもスタミナ回復する？あ、ちょっと回復する。めっちゃ。もうスタミナ回復。うわ、負けた。はい、まあ1回戦負けなのでこんなもんですけど、うん、まあまあ大東くん自体は別に弱くはないキャラかなとは思います。はい、うん、明鏡では使えんのかな。一応激闘の楽譜と、変化ボナっていうところで、うん、まあ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 っていう感じだとは思います。はい、まあでも次全力来ちゃうともう使わなくなるとは思うのでっていう感じですね。今明鏡で頑張りたいっていう方がもしいらっしゃったら引いてもいいのかなって思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価で応援いただけると嬉しいです。では皆さん、ピースな一日を。バイバイ。